KK2-1 の七色リアル。始まりました、 JK2-1 の七色リアル。イエーイ、イエーイ。もう暑いな、もうほんまに暑いで、今日なんか34度やで。もうやばい、猛暑日に近いですもんね。確かにね、ピークピーク。というわけで今日のメンバーを紹介します。はい、はい、まずはい、しげさんこと宮重里です。はい、きゅうりなこと田中里奈です。はい、ももなこと荒垣ももなです。はい、あかりんこと竹内あかりです。はい、プチッコのまこちゃんこと今崎まことです。はい、今日もまこちゃんが応援に来てくれてます。イエーイ、ありがとうございます。今日もテンションが高いです。イエーイ、今日も頑張ります。はい、頑張りましょう。まこちゃん、トレードマークのメガネはかけてますよ。どこやねんどこにどこに見えてね、気持ちはかけてるのかな。そうやね、気持ちはかけてね。もうほっといてあげる。はい、ほっといてあげる。聞いて、あんな今暑いやんか、めっちゃ、だからな、あの冷蔵庫な、なんでかわかんねんけどな、冷蔵庫の電気が落ちてたんよ。あ、私も節電かなと思ったらクーラーついてるからさ、で冷蔵庫の電気落ちてて、そりゃ冷蔵庫見るやん、リナの大好きなキュウリ10本ぐらい腐っとってん。うわ家に10本キュウリあるってすごいすごいよ。なんか置いてくれてんねん、お母さん。10本はどうやって食べるの？10本をいろんな食べ方すんねん。例えばそのまま食べるやろ、1本、味噌つけて、あとはごま油と、あとごま油と塩と何か食べんねん。であと何それ、あ、切ってな、切って食べるんだけど、 ね、あと3センチに切ってポン酢で食べるの。なんで3センチって決まってんの？なんか太さも決まってんの。あー、なるほど。それは最近は流のささみと、きゅうりとわかめで、ごま油とごまあえて、醤油あえて、あと塩あえて食べるのが美味しい。美味しそう。そうです。ぜひやって、やってでもなんかね、ごま油って油っこくない？全然普通の油と全然ちゃうん。なるあ、今年はなんかうな級とかもありますよね。なんか今年はっていうか、でも今うなぎフェアやってない？やってるよな。やってるということで、本日も皆さん最後までお付き合いお願いします。よろしくお願いします。